どうぞ。こんにちは、ピースの渡辺です。今日はね、震災じゃねえや、台風が一昨日来ました。水出ます。今日何日だっけ？14。いや、10月14。水がね、これ。今ね、相馬地区で、うちね、相馬なんだけど、お店の方は水こうやって出てますよ。ただ断水してて、自分住んでるところは水が出ない、まあ、ここは出てるけどね。でもここも止まるのかな、わかんないけど、相馬の方は止まっちゃって、ここは出てるけどね、ここほとんど相馬の方は止まっちゃって、あと鹿島の方も止まっちゃってるのかな。荒町の方はちょっとわかんない。南相馬止まっちゃってるようですね。生活するの大変だよね、水ないとね。でもまだお店の方はこうやってさ、水が出てきて出るからさ、なんとかなってる。洗濯するのにも水が必要ね。お風呂も入れないもんね、水ないとね。だからこのやっぱそうだ、コンビニとかもそうだよね、浸水しちゃって休んでるところもあるしさ、なんかやっぱりこうね、こうやってさ、なんだ、震災とか起きてさ、台風だったけどさ、台風とか起きるとさ、やっぱりこの物の体、なんすの、今自分たちがさ、置かれているこの環境でどれぐらいこう恵まれてるかっていうのが感じるよね。本当に水道ひねで水が出るなんてさ、どんだけお前が恵まれてんのかってことだよ。なんかその当たり前のようにある生活がさ、なんかいかにありがたいかっていうところがね、感じると思う。本当に思うね。ご飯とかもさ、やっぱりまあ売ってるか、まだご飯売ってるか、ちょっとはね。でも昨日あたりもコンビニで、うちでも買ってきたのがなんだっけ、カップラーメンとパンかな。ご飯、おにぎりとかちょっと少ないっすからね。なかったの？ないんだ。しょうがないよね。ここね、でもまだうちも水が今んとこあるけど、2週間くらいででも断水も止まるんじゃないかっていうような噂かな、がなんかあるみたいだけど、生活ができないよね、水ないと。うちもこの水がとりあえずね、出てるうちはなんとかできるけど、なんだ、うち、そうだ、でもね、ピースでもね、被害があったのは、まあ自分住んでるとこが水が出なくなったぐらいで、あと何、お店の方でさ、時間大丈夫？お店の方でさ、光回線が止まっちゃってさ、今光回線が止まって電話もできない、ネットもできない状態です。仕事にならないそれで水も止まっちゃったら、もうピースの仕事がどうしたらいいのかね。整備はね、一応さ、水使わないけど、でも納車の時とかね、洗車したりさ、やっぱり整備した後手洗ったり、やっぱ水は必要だしね。とりあえずネット環境がね、光回線が使えないっていうのもきついよね。電話もできないからさ、お客さんとのやり取りもね、とりあえずまあね、携帯があるからなんとかやるけど、お問い合わせもね、何もできないよ。なんかこうね、電話回線一本使えなくなるだけで、こんなにもまあ自分は何もできないのか、無力なのかっていうのを感じたよね。今さ、これ YouTube 撮ってんのもさ、これ一応ね、今アップするけど、自分の嫁さんの携帯電話のなんか、なんだ、 Wi-Fi っていうのかな、なんか携帯電話の回線を使って YouTube の方に上げる予定でさ、今撮ってるんだけどさ、まあね、まあでもこうやってさ、不便なのを感じるのもまたいいかな、勉強になるよね、こういうのも勉強だと思うな。まあ、日々のね、こう生活のこの便利さに感謝しながらさ、行きゃいいんじゃね。まあそんなとこ。とりあえず今日はね、この水持って帰って、洗濯
濯とか。洗濯場は何、ちょっと遠いところのコインランドリー行くのかな。洗濯はコインランドリーにちょっと隣町まで行ってやります。これはお風呂用だね、自分たちのね。まあ、そんなところ、早く水が回復することを願ってます。バイバイ。